今日はですね、皆さん、しゅんと交友関係が長いと思うんですけど、しゅんくんの直してほしいところ、嫌に感じてるところまあそれをお話しいただきたいと思っています。よろしくお願いします。真摯に受け止めて、改善をしていきたいと思いますので、忖度なくお話しいただけると嬉しいです。はい、はい。まず、そもそも私この系統の動画撮らされるの3回目どんだけ嫌なこと言ってほしいんだよっていう。シリコンバレーに一緒に同行させてもらったんですけど、人間として理解できないこといろいろあったんですよ。で、エクセルに書き出していった結果、50個ぐらいね、出てきたんで、しかも3時間でね、30分ぐらいでね、動画にしようってなったんですけど、もう俺がめちゃ気になってるの、今日の撮影始まってからずっとフェイスシールドの場所違うよって言われてるのに、今も違うこっちは楽なんだよね。口が覆われてないから意味ないじゃん。確かに今日撮影ありますみたいな連絡くれて、まあ、何やるんだろうみたいな、なんかマジで何もリアクションがないなんか企画書は出さなかった？企画書概要は送った。え、ワードのやつ？ワードは忘れてたゆかしには送った。いや、俺はゆかしにはちゃんと送らなきゃっていう、もう送れないよ潜在意識があったこんな。田淵くんから何かありますか？高校から一緒で、はい、で金沢大学も一緒で、大学から今上京してきてくれてるんだよね。はいはいはい。だから一緒に住んでるね。いびきがすごくて、ちょっと聞かせますね。これ結構辛いんですよね。いやしなくまったってそれこそみんなエアビンに仕込まれた時に、ゴミを捨てられないんですよ。いつ買った飲みかけのペットボトルなんだろうみたいなのとかがこう大変になったりとか、しゅんくんの前シェアハウスに住んでいた時に、友達とみんなで遊びに行った時とかも、案外部屋は汚くはないんですけど、ゴミが綺麗に整頓されているんですよ一緒に住んでたらさ、多分代わりに捨ててあげたりとか、めっちゃしてますね。ですよね。わあ、捨てないとそんぐらい。それはあるね。ちょっと改善されたくない？全然よ。何も感じで改善されてない。今服これしかないらしい。え？洗濯とかは しないの？するする。乾燥機付き洗濯機を買ったんですよ、最近。ユニクロで3着買ったんだけど、その2着がセーターだったんで、だからセーターって洗ったら縮むこと知らなくて、え？うん。L 買ったんだけど、本当タンクトップで。キレンくなったやつね。なんか水回りとか絶対掃除しないし、そう振り込まれた時にもう立ち上するなとめっちゃ注意した全然なんかそういうのも含めて相手への想像力が圧倒的に欠けてたんですよ。行ってからのスケジュールもね、立てられていなかったってことが判明したんですね。かっこいい。組んでいこうと思ってそれを任せたんですよ、でそうしたら60キロぐらいの移動を30分でするって言ってたんですよ1日目で役割変更したもんねでも1回社会組んでほしいんだけど、でも、ね、企画書とかたまにタイアップの時は作らなきゃいけないじゃん、はいはい、タブがマジで10分ぐらいできることを本当に2時間とかかけてやっとやるみたいな感じなんだよね。なんか苦手なんだと思う。なんか今は多分ね、胃をいい感じに多分巻き取ってね、自然とそういう大量の大変な業務をあれすごい巻き取ってるんじゃないかなと思いました、いや本当その通りだね。そもそもそれを喜んですっごい、これが私の中ライフワークですとか言ってやる人いないわけじゃないですか。だから本当に言い訳だと思います。ということで、企画書一旦私には送ったっていうのは怒られるっていうのもでもさっきさ、タイアップの時は企画書とか作らないといけなくてって言ってたけど、こういう時も作らないよ。シェイクの周りがイエスマンばっか集まっちゃうと怖いよね。一家として結構口厳しく言ってくれる人が周りに必然的に集まってる気がする妻でなんかその金沢のなんか田舎の芋っぽさやっていくのかなみたいな疑問が、なんかそろそろ転換した方がいいんじゃないかなと思ってます。同じ髪型にしてみたらイキリインチョみたいな、こんな髪型の時あったよね。あと彼女瞬間作るっていう。ああ確かに瞬間彼女作る。いや最近はね、ないですね。どこにいるんですか、そのいい人は。どうですか。もう紹介できるなレベル以上です今日とかも時間押してるじゃないですか。押してることすら我々分からないんですよ。だからそういうのはあった方がいいかなと思いました。いや確かになんか高級焼き肉連れてってくれる。ありがとうございます。
いやでも勉強になります。だから自分自身が改善することによって事業とかプライベートも充実するかもしれないってことですよね。あれ違う。それ以外何があるのそうだね。はい、ちなみにじゃあ一人一個ずついいところも言ってもらっていいですか。こう人の懐に入るのが早い。だいたい人ってこう壁があるじゃん、基本的にね、人の壁が、うん、なんかそれを取っ払って自分の味方にするのが早いなっていうのが、うん、しゅんくんのすごい、まあ天性のものかもしれないけど、一緒になんか面白いことができたらいいなって思わせる力というか、実際思ってるし、うん、人をある種動かす能力というか素質、なんか漫画ので主人公みたいな、うんうん、なんか要素はあるから、そこはね大きな武器だし、まあこうやって関係者続いてる理由みたいなのもあるんだろうな。 ありがとうございます。しゅんくんのいいところは悪い人じゃないってとこだと思う。じゃあ田淵くん最後に。すごい家族に優しいんですよね。例えばお母さんにテレビを買ってあげたりだとか、週に1回ぐらいおばあちゃんと電話してるじゃないですか。そういうのも素敵だなと思いますね。いい動画ありがとうございます。関わってる人皆さんを 大切にして精進したいなっていうふうに今思いました。ありがとうございます。ということで引き続きよろしくお願いします。ぜひ応援してください。予算は1人4000円です。安っ。